はい、どうもレンチャンネルです。今日もやっていこうかなっていうふうに思います。もう11月も半ばに入りましたね。この動画が出る時は多分12月も半分ぐらい来てるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、今日やりたいのはまあもうちょっとすればボーナスシーズンとか入るじゃないですか。まあちょっと前にブーツ特集とかもやってると思うんですけど、まあボーナスでなんかまあみんなアウター買ったりとかまあいろいろする人もいるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそんな中で今日やりたいのはレギュラーブランドじゃないスニーカーをちょっと紹介したくって、今回はレギュラーブランドじゃないスニーカーブランドのおすすめを紹介していこうかなっていうふうに思います。ハイブランドも入ってますで紹介していこうかなっていうふうに思ってます。どうしてもやっぱり人気があるのって多分ナイキとかそういうとこだと思うんですけど、結構自分が今服装いろいろコーディネートを考えたりとかしてて、なんかやっぱりナイキとかじゃないものとかの方が最近気になること多くて、まあハイブランドとかもそうだし、まあそうじゃないブランドとかもそうなんですけど、なんかまあ、ナイキとかニューバランスとかだったら結構いろんな人と被ると思うんですけど、ちょっとねお値段は張っちゃうんですけど、結構こういうとこ使うと意外と人と被んないよっていうものを紹介していこうかなと思います。まあでもそれなりに人気のあるものなんで被りはすると思うんですよ。履いてる人も見かけますし、もうそういう面では普通に歩いてはいるんですけど、木とかニューバランスとか見たく結構被るとかそういうことはないっていう感じですね。やっぱりレギュラーのブランドっていうのは基本的にスニーカーブランドじゃないですか。基本的にレギュラーのブランドナイキだニューバランスだプーマだって基本的にスニーカーじゃないですか。まあバッシュだったりとか、まあランニングシューズだったりとか、まあ機能性を求めてたりとか、そういう面が結構強いと思うんですけど、今回紹介するブランドはやっぱりファッションとして出してるスニーカーブランドなのでファッション性は高いと思います。少しファッショナブルなスニーカーというか、そういう感じで紹介していこうかなと思います。主にはイタリアのものが多いと思うんですけど、紹介していこうかなというふうに思います。なのでまあちょっとあんまり普段行きの限定ものとか狙ってる人とかだったらちょっと受け入れづらいようなものなんじゃないかなって思うので、普段ナイキとかを抽選で買ってらっしゃる方とかそういう方はあんま多分好きなブランドではないと思います。まだ好みがあるとは思います。なのでそういう目で見ていただけたらなっていうふうに思います。まあね、ナイキのスニーカーとかの特集とかもやりたいとは思ってるんですけど、有名なファッションユーチューバーさんがたくさんやってらっしゃるので、やっぱりそういう人たちにもね僕の動画の編集だったりとか、まあ、僕のそのトークだったりとかっていうやっぱり見づらいと思うんで僕の動画の方が、なのでちょっとナイキとかやっぱそういう人のを見てもらった方が分かりやすいのかなと思って、僕は僕でまた違ったところを紹介しようかなっていうふうに思います。そんな感じでやっていこうかなっていうふうに思います。でまず1点目紹介するのがこちらになります。アーバンサンというブランドのスニーカーになってます。デニム地のスニーカーなんですけど、そこにペンキが飛ばしてあるみたいなスニーカーになってます。まあアーバンさん自体は結構人気もあると思うんですよね。履いてる方も見るとは思うんですけど、結構ここのブランド基本がランニングシューズのベースなんで履き心地は申し分ないですし、デザイン性的にもパンチがあっていいのかなと思って1点目これを紹介しました。でまあなんでこれかって、まあいろいろ他にもいろんなカラー出てるんですけど、なんでこれかって思った時に、僕の自分のコーディネート考えた時にこういうパンチがあるスニーカーいいなと思って今回これを紹介したんですよね。まあこのペンキの感じもいいなと思ったんで、ちょっと綺麗めな加工の外しにも使えるしモードっぽい雰囲気にも使えるしと思っていいんじゃないかなと思って今回これを紹介しました。あとなんかミリタリーなカーゴパンツとか古着と合わせても面白そうな感じしますけどね。結構履いてる人はね、それこそ僕のブランド紹介とかでやってるような純橋本とか AKM とかで合わせてる方、履いてらっしゃる方多いですけど、普通になんかいろんなスタイリングには組めると思うんで、スト系みたいな格好してる方は多分あんまり馴染みないブランドかもしれないですけど、結構こういう面白いの出してるブランドなんですよね、アーバンさん。最初このブランドした時はなんだこのブランドって思ってたんですけど、なんか何シーズンか見てるとなんかいいなって思ってきて、自分もちょっといいなと思って一足ぐらい買ってみたいなって思ってて今悩んでるところですね。前のブーツ紹介の時も多分言ったと思うんですけど、ブーツやっぱ履きたいなと思ってきちゃってるんで、予算が余ればアーバンさんとか今回紹介するスニーカーの中からなんか買いたいなっていう風に思ってます。でお値段の方なんですけど、今僕楽天のサイトでこれ見てるんですけど、お値段の方が 31,680 円になります。
結構高価なブランドなんですよね。今回紹介するブランドだからみんな結構高価なブランドばっかなんで、ちょっとお値段も結構張っちゃうと思うんですけど、履き心地とかは間違いないですね。アーバンさんは僕も試着はしたことあるんですけどね、一回お店の方で、まあその時は買わなかったんですけど、全然違うもん買ったんですけど、アーバンさんも結構捨てがたかった思い出があります。でまあこれ は僕は結構すごく今気になってるところですね。なんかサレールパンツと合わせてみたいとかそういうのもあったりして結構気にしてるところです。1点目はアーバンさんのシューズですね。2点目なんですけど、2点目はハイブラになってます。こちらになります。バルマンのスニーカーですね。まあもう見るからにモードですよね。これに関してはもうね、好き嫌いかなりあるでしょうし、みんなが買える値段でもないっていうのはもう重々承知で分かってて紹介してるんですけど、 19SS の商品なんですよね。これ確かあの AW の商品じゃなくって SS の商品なんですけど、ちょっとずっと気にしてて、値段が値段なんでなかなか手が出ないんですけど、僕これちょっと欲しいなっていうふうに思ってるんですよね。なんか他にない感じがまたいいなっていうのと、ソックスシューズっぽい雰囲気なんだけど、バレンシアガとかベトモンみたいなソックスシューズとまたちょっと違う感じでいいなと思って、これを紹介してます。ブラックのスキニーとか合わすのに抜群に相性いいと思います。白黒だけど結構パンチがつくんで、足元にこれ履いて黒スキニー履いてトップスをなんか、まあ、パーカーないし結構ラフな格好で合わせても少しモード感が出るっていうか、モードっぽい雰囲気の出せるアイテムなんじゃないかなっていう思います。まあいかにもハイブランドらしいっていうか、いかにもなんか海外っていうかインポートらしいデザインなんじゃないかなと僕は思います。まあお値段が106,700円なんで、買える人がね限られるとは思うんですけど、僕ちょっとこれ欲しいなと思ってですね、まあ、ブーツ紹介の時も言ってたんですけど、ブーツでも予算使いたいんで、買えたら買いたいと思ってるスニーカーです。まあボーナスでいいんじゃないかなと思うアイテムでもありますね。ちょっとこの辺に飾っときたいという気持ちも若干あるんですけど、ちょっとこの撮影部屋を模様替えしたらそこに飾っときたいとか、そういう気持ちもあって欲しいなって思う一品ですね。で2点目はもうバルマンのスニーカーですね。で次も有名どこっちゃ有名どこです。こちらになります。アトランティックスターズのマズという方のスニーカーになってます。このカラー多分かなり人気、多分レオンとか掲載されてたりとか雑誌掲載もあってかなり人気なカラーなんですけど、お値段の方が35,200円になってるんですけど、まあこれも結構コーディネートにいろんな幅を持たせられるんじゃないかなと思って紹介してます。ブラック系の格好好きな人だったら差し色にこの赤とかいいんじゃないかなと思って紹介してます。アトランティックスターズは結構有名ですよね。なんか一時パンツはデニムディスク履いて靴はアトランティックスターズ履いてみたいなコーディネート結構多かったと思うんですけど、まあそこからのまたご紹介で、だからすげえいいなと思ってて、であの純橋本僕ブランド紹介でやってるんですけど、純橋本でも一回コラボしてて出してるんですけど、まあ、アトランティックスターズ結構いろんなコーディネートにハマってくんで便利だと思います。まあお値段はちょっと高いですけど、ニューバランス買うと思えばでも買える値段だと思うんですよね。ニューバランス基本的に3万、この前やった下出てると思うんですけど、ニューバランス特集のって基本3万オーバーとかだったと思うんで、まああの辺の価格帯かなっていう感じですね。あとはそのブランド力的にどっちを買うかとかそういう問題もあるとは思うんですけど、僕はちょっとアトランティックスターズすごいこのカラーはいいなって思ってるんですよね。まあいろいろカラーはかなり出てるんですけど、僕が推したいのは今回このカラーを推したいなっていうふうに思いました。まああって困んないしスタイリングにすごい組み込みやすいと思うんで便利なんじゃないかなって思います。なかなかこういうカラーリングないんでね、ナイキとかプーマとかだとやっぱりなんかどっかにもう一色入ったりとかしたりとかして、なんかロゴのスウォッシュの部分だけカラー変わってたりとかして、もうちょっと違ければ買うんだけどなっていうのって意外とあったりするんですけど、このアトランティックスターズのやつは結構ドンピシャで僕はすげえいいなっていう思ったんですよね。まあ、もしよろしければ一回履いてみてもいいと思います。でこちらの商品はアトランティックスターズですね。で次が最後ですね、こちらになります。フィリップモデルですね。フィリップモデルはかなり知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、お値段の方が 53,900円になってて、これ日本限定生産モデルになってて結構人気が高いというか、少しこうなんかランニングシューズなんだけどこうラグジュアリーさを感じるような
デザインになってるんじゃないかなって思います。少しラメっぽいというか、そういうあれですね、雰囲気になってます。かかとの部分とか目先の部分とかがちょっとラメっぽくなってる感じですね。フィリップモデルは僕も何回も買ってるんですけど、何よりも履き心地がすごいいいですね。でフィリップモデルは基本気持ちちょっとサイズがデカめになってるんで、もしご購入検討される方、特に通販で買われる方はちょっとサイズ気持ち落としてもいいかもしれないですね。結構横が広いんですよこれ。なんでなんか大きめに感じたっすね。他ブランドだと僕結構43がジャストなんですけど、これだと42がちょうどいいんですよね、フィリップモデルだと。なのでちょっとサイズの方のでちょっとサイズを測ったりいろいろしてちょっと考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。でフィリップモデルはね、これが定番のモデルなんですけど、もう一個定番のモデルあるんですけど、いろいろ見てもらってで好きなカラー選んでもらえばいいんじゃないかなって思います。僕がいいなと思ったのは今回このカラーだったんですけど、他にも結構カラーバリエーションかなりあるんで、本当おすすめになってます。ショップによって全然扱うカラー変わってくるんで、お好きなカラーを選んでもらえればなって思います。でも基本のベースの形はこれが多いですけどね、まあ、ハイカットとかもありますけど、基本は結構これって感じですね。もしフィリップモデルを買われるんでしたら、結構まずここから買ってもいいと思います。で今回はこんな感じで以上なんですけど、まあ、普段はなんかあんまやらないレギュラーブランドじゃないスニーカーを紹介しました。基本的にはイタリアとかそういう系のインポートのスニーカーを今回は紹介してきました。ちょっとバルマンだけちょっと価格帯がか完全に値段違ってましたけど、他はまあちょっと頑張れば買えるかなっていうぐらいだと思うので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。あとあんまり他と被りたくないとか、ちょっと変わったもん欲しいとか、そういう方いらっしゃったらぜひ紹介したスニーカーとか結構おすすめになってるんで、他のカラーとかも見てもらえればなっていうふうに思います。で今回紹介したスニーカーのリンクは全部概要欄の方貼っておきますので、ぜひご覧になっていただけたらなって思います。あとさっきから言ってるブランド紹介の再生リスト貼っときますので、もしお好みのブランドがあればご覧になっていただけたらなっていうふうに思います。今回これで終わろうかなと思います。でいつもお願いしてるんですけど、 Twitter と Instagram のアカウントのフォローぜひよろしくお願いします。概要欄に直リンク貼ってますので、ぜひよろしくお願いします。あとはグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you